こんにちは、ジャンゴです。今回は、アップルアーケードのゲームを遊んでみたシリーズ16かな、ソリティアストーリーってことで、これね、ちょっとね、取り直してるんだけど、縦でも横でも遊べるゲームだったんだけど、横よりね、縦の方が、ちょっとソリティアはプレイしやすかったので、縦でちょっと取り直してますということで、まあね、ソリティアストーリーってなってるんだけど、一応ね、なんかクリアするたびにね、物語を見れるストーリーモードみたいなのもあるんですが、まあ普通にやるのはね、ソリティアだったので、これね、動画にするかちょっと悩んだんだけど、一応ね、アップルアーケードこういうゲームあるよ的なシリーズなので、載せとこうかなと思います。で、なんて言うんだろうな、クリアすると、このね、コインみたいなのが溜まっていって、で、コインが溜まったら、なんか、新しいストーリーをね、こういうやつ、コインでね、ロックかかってるやつは、新しいストーリーね、コインでアンロックしたりできますと、いう感じで、まぁ、ちょっと遊んでみたので、最初の方のステージが解放されてたり、コインが結構集まってたりするんですが、まぁね、こんな感じで、ストーリー一つにつきね、50コインぐらい集めると、新しいストーリー見えますよ、という感じで、遊ぶことができます。ってどこかな。まあちょっと試しにこれ見てみようか。どれがどんな感じかよく分かってないけど。Solitaire Underground, a high-stakes secret underground solitaire tournament. You have my attention. はい、という感じで、まあソリティアアンダーグラウンド、秘密の地下ソリティアデスマッチ。なるほど、そういうストーリーね。はい、じゃあゲーム開始。Most people wouldn't respond so positively to sign it up for a solitaire tournament. それがデスマッチだと気づいたとき。Only to realize it said possible bodily harm in fine print after you showed up. But you aren't most people. だけどあなたは違うようです。The stakes are high. 失うものは大きい。So、だがあなたには絶対の自信があるようですね。Your first opponent is unbeaten in her team. She's the lowest on her bracket here. When she's not pillaging villages, she sharpens her solitaire skills. Along with her axe. Solitaire の腕を磨いてきました。なんと、Solitaire の腕を磨いていた。Name? Margaret Maneater. Margaret Maneater. Record 15-0. 記録はよくわからん。Special move? Cranium Crusher. 頭蓋骨クラッシャー。Don't get knocked out in the first round. 目標1回戦で負けないように謙虚。You'll have to win the next two games to avoid getting your cranium crushed. 自分の頭蓋骨を守るためには次の2ゲームで勝たなければなりません。はい、まあこんな感じで、ね、ストーリーがあるんだけど、やることはソリティアだよっていうね。まあこういうゲームですね。まあちょっとソリティアしますか。まあ別にね、あんまりソリティア上手いわけでもやり慣れてるわけでもないので失敗するかもしれないけど、とりあえずクリアか失敗かするまでやってみましょう。まあ失敗したらね、ちょっと頭蓋骨が大変なことになる設定みたいだから。あれ、全然ダメじゃん。進まない、困ったな。オッケー、とりあえずここが入って、こっち行ってエースが行って、そうか、ちょっとあれだね、めくらないとダメだね。8、めくんないとダメだね。進まなくなった。あ、5が行く。7、あ、ちょっと待って、戻していい？あ、戻さなくても、でもこれエースこっち行ったら一緒だったか。まあまあいいやいいや。これも OK。とりあえず全部めくれたので、2が結構上に上がる。まあ4がこっち行って、6、5、4。お、いい感じだね。3は上に上げちゃおう。進まないか。ちょっと待って。どうしようかな。あ、4とりあえず上げよう。めくらないとダメですかね。めくらないとダメだね。12。
7も乗るとこないね。はい、10これは、あ、OK、ちょっと進んだ。8これはめくった方がいいのかな。キングを下ろすよりめくる方がいいよね。あ、 OKOK、 これで7、あ、7はここに行く。6、8は乗らないか。もう一回めくって12、5はここに行く。11、3はダメだね。10、3上に行く。4も上に行く。これも上だね。お、これでかなりあと一歩。7が、ここがちょっと掘れないといけないけど、もしかしたらダイヤの2はこの2枚のどっちかか。9、8、あれ、ってことはここにダイヤの2とダイヤの10があるな。これどうしよう、進まない。5、あ、ちょっと待って、5は上に上げられるな。6だからこれがちょっと動かせればいいんだけど、ね、ちょっと待って、ダメかこれ。ちょっと待って、なんとか動かせないかな。クローバー、あ、クローバーの、あれ、クローバーの5ってどこにある。あ、クローバーの6か。クローバーの6、あ、これか。こうやればいいのか。で、7も送って、スペードの5はないか。あれ、あ、いや、スペードの5ここか。これちょっとどかせないとダメだよね。あれ、積んだかこれ。8、まあ8は上に乗せちゃうか。8上に乗せたところで、あ、違う、こうだ。あ、いった。あ、 OK、 これでクリアだね。おー、よかった。はい、頭蓋骨無事でしたね。まあ5分ぐらいでクリアできたみたいだから続行しましょうか。2回クリアするとストーリーが先へ進むらしい。ゲーム開始。あ、ここは特に、入らないんだ。おっと、全然動かせない。3も乗らない。なんだこれ。6は OK。 7、6、5、4、3が赤いからダメだね。これもダメ。10か。おっと。11下ろす。9か。4もダメだね。進まないな、なかなか。こうだね。キングが下ろせるようになった。キングが下ろせるようになったけど、まだまだダメだね。8、7、3、2、1がまだ1個も見えてないね。あ、来た。2、3、一気にめくる。そしてこれで一気にめくっていく。8、お、エースが来た。 OK、 これで結構進んだけど、ここから、めくらないとダメだね。7か。6、3。そうか。7、10、赤い。あー、こっちも出た。しかし、9、
9は映せないか。2が上に上がる。こっちの9を下ろして4か。ダメだね。7もダメ。5、うーむ。8、あ、8は下ろせるね。8、7、6、お、5がめくれた。4、あ、まあ、4は上上げちゃってもよかったか。こっち下ろして、9、8、10を上げて、ここでどうしようか。とりあえず4上に上げとこう、忘れないように。6か、6はダメだね。3上に上げれば4。4、5、6と行きたかったけど、これハートか。めくりましょうか。3、ハートの1が、ハートのエースがどこにあるか。7、10、4か、7。これは上に上げちゃおう。5も上に上がる。これで、6、7、どうしようか。あ、これ動かせんじゃん、よく見たら。これで4がめくれるし、キングも下ろせるから結構進んだな。っていうか、今まで気づかなかった。これは、あと3枚めくんなきゃいけないわけでしょ？ちょっと、ひょっとしたらちょっとダメじゃないか、これ。あれ？あ、5、6、動かせないな。ちょっと待てよ。ハートのエースはどこにいるんだ？あー、3、4、7だね。もうちょっと上は動かせない。動かしても意味ないね。7が、7はそうか、動かせないな。5、6。これ積んでるか。あー、積んでるっぽい。これはやり直しですね。新しいゲーム始めましょう。2回ゲームをクリアしないと頭蓋骨がとか言ってたけど、まあ続行しましょう。これこっちか。ソリティアもね、難しいよね、意外と。そんなことないのかな。なんかコツがあれば簡単なのか、どういう感じなんだろう。まあ実際ね、パソコンとかに入ってるやつとかで遊んだことあるから、ルールは知ってるよぐらいしかね、ないのでね。まあそういう意味では初心者は初心者なんだけど、まあストリティアにでも初心者も何もないじゃないかもしれんし。こうかな。で、2は上上げて、これも上上がる。キング下ろしといて、動かせるところがないか。ないね。8、9はダメ。12も降りない。10はここに降りて、こうなるでしょ。11、10。あ、こっちの10の方が良かった？いや、どうかな。まあ、微妙なとこだな。枚数多い方を掘った方がいいのか、少ない方を掘った方がいいのかとかもね、ちょっとよくわかんない。その辺は、なんか、ルールというか、定石的なものがあるのかもしれんけど、ちょっとその辺もわからずに遊んでますねって感じかな。まあ、上げていっちゃいましょう。2まで。スペード3なんだよな。ダイヤ、
だったら、あ、っていうかこっちに動かせるか。オッケー、ダイヤの3上がる。キングが2枚見えて、これ動かしとく。7、8になって。ここから、どうやればいいか。めくんないとダメかな？めくろう。9。7、4、そうか。これは下ろせる。7はダメだね。11、赤か。6、5。まあ5が来たところでか。8、5が来たところでこっち動かせないか、その列だと。そうだよね、赤い5じゃないとダメだけど、赤い5を下ろせる場所が今度はない。4は上に上げちゃおう。お、黒い6、赤い5が来れば OKOK、 進む。ダイヤの5はどうしよう。ダメだね、めくろうか。この9はこっち行って、ここが掘れて、13が来たけど、最後の13見えたけど、11を置く場所がない。12、11、OK。これで、こうして、キングを下ろして、6が見える。6、5で、おっ、最後のエースが出てきた。これでちょっと進められるんじゃないか。これで10が下ろせればいいんだけど、黒い11がこれ下ろしてこれやったって意味ないもんね。黒い11が多分この下にあるんでしょ。どうすればいい。掘っていくしかないか。掘っていってなんとかなるのかがちょっとわからないけど、なんとかなるのかこれ。あ、オッケー、よーしよ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 し、なんとかクリアしましたね。チャプター1クリア。できてまロックが解除されましたという感じでね、ソリティアを遊びながら、物語をね、楽しむことができますよというのが、まあ、このソリティアストーリーズというゲームみたいですということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。